東村山駅前の今日のカルガモ2021で、撮影をしている、池がそちらにございます。向こうにですね、西武新宿線国分寺線の東村山駅の東口の、階段があるんですが、そこからですね、改札を出て右側、それで、こちらにですね、青新青梅信用金庫がございます。でその前にですね、もう長年こちらに喫煙所が設置されていたんですが、来月の12日から喫煙所の場所が変わるそうです。もうここで長年このように喫煙所が置かれていましたので、まあ、ちょっと不便にはなるんですが、まあ、場所だけでも簡単にご案内をさせていただきます。このですね、青新のところを右に曲がります。こちらにパン屋さんがあったりするところを右です。そうするとですね、向こうにイトーヨーカドーが見えたりするんですが、しばらく行くとですね、この左側奥の建物が東村山の中央公民館です。でここは西武新宿線の高架化工事の拠点というか、まあ、そういうのになっている場所っぽいんですけど、ここを越えたところに公園があります。ここですね、こちらに東村山駅前交番、ここもですね、以前は、東村山駅の東口の志村けんの木のすぐ隣にあったんですが、もうここは高架化工事が始まる以前早々にですね移転しております。で喫煙所ができるのはどうもこの公園の中にパーテーションを囲んでできるということになっております。まあ、今まで駅を降りてね、気軽に吸えたのが、ちょっとここまで来なきゃいけないという不便はありますが、まあ、23区内、高田馬場とか池袋あたりは、もう喫煙所そのものが、まあ、このコロナ禍で閉鎖されて、路上喫煙が問題になっているというニュースも多々あります。まあ、そういう中でですね、あの代替の喫煙所を用意していただけるだけでも、あの僕も喫煙者なんですが、ありがたいことじゃないかと。ただですね、あの今カルガモがいる池も、多分カルガモ7月の移転する12日以降はですね、今のカルガモたちはいないかもしれませんが、やはり元喫煙所があった場所だと結構ね、慣れた感じで吸っちゃう方多いんですよね。それと池にポイ捨てというのも考えられますんで、くれぐれもですね、あのマナーを守って、喫煙してですね、あの池とかこの、まあ、今の喫煙所あたりをですね、こう汚さないようにしていきたいものだと思います。改めてですね、まあ、歩いても1分ぐらいで新しい喫煙所の方には行けるようなので、まあ、ちょっと不便にはなるかと思いますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。